大阪府立茨城東高等学校大阪府立鳥会高等学校大阪府立北雪翼高等学校は大阪府茨城市玉島台に所在する公立の高等学校従来の大阪府立茨城東高等学校と大阪府立鳥会高等学校を統合し普通科総合選択制の高等学校として2007年4月1日に開校したコーチは 従来の茨城東高校のコーチを引き継いで使用している。通学区域は4学生制の第一学区に属する。普通科総合選択制という性格から、普通科の教育課程を基本にしながらも、一般の普通科高校と比較して選択科目が数多く用意されている。生徒個々人の興味や深度に応じて、二年次以降、生命、エコロジー、保育、福祉、 学び探求、国際理解、情報と暮らし、アートスポーツの各エリアに分かれ、エリア指定科目と自由選択科目を組み合わせて学習する。校歌は生徒から公募した案をもとに、校歌制定委員会によって作詞され、同校の音楽家教諭により作曲がなされた。編曲は渡辺厚敷による。また2018年度からは普通科コース制の学校に、 変更されることが決まっている。全新校の大阪府立茨城東高等学校は九百七十九年、府立百二十二番目の全日,、ま、日制普通科高校として、茨城市多摩島台に開校した。また、大阪府立取海高等学校は九百八十年、府立百二十八番目の全日制普通科高校として、摂津し取海上一丁目一番十五号に開校した。 その後、大阪府教育委員会の、府立高等学校特色づくり、再編整備計画平成17年度実施対象校により、従来の茨城東高校と鳥海高校の、統廃合で、茨城、設置地域新高校を設置する構想が、2005年に、大阪府教育委員会から打ち出された。不教委に、設置のプロジェクトチームで論議後、2006年9月公明を、 大阪府立北節翼高等学校とすることを決定。同年12月15日の大阪府議会での大阪府立高等学校登場令の一部を改正する条例可決を経て大阪府立北節翼高等学校設置が正式に決定した。2007年普通科総合選択制の北節翼高等学校が開校。これに伴い全新校の茨城東、 と理解の両校は、新入生の募集を停止し、在校生が卒業する2009年3月31日18、限りで並行した。なお、2007年4月から2009年3月までは、茨城東高校と北雪翼高校は、同一校地内に併設されていた。2018年、普通科総合選択制を廃止し、普通科専門コース設置校に改編した。 JR 西日本東海道本線茨城駅、東口、または、阪急京都線茨城市駅南口から、近鉄バス83.84番、水尾三丁目行き乗車、北雪翼高校前下車。三景新聞平成18年9月6日付、大阪本社長官27面。三景新聞平成18年11月7日付、大阪本社長官27面。 ありがとうございます。